県内の市町村が一つになり人権問題に取り組む組織啓発連協が今日広陵町で総会を開きました。総会には県内の自治体のトップなど100人ほどが参加しました。啓発連協はすべての市町村が課題を共有して人権啓発を進める奈良県独自の組織で、毎月11日を人権を確かめ合う日と設定してから今年で35年目になります。一方でネット上には同和地区のリストがアップロードされて消去できない状況が続いているほか、差別や児童虐待など私たちの周りには様々な人権問題が横たわります。差別をなくす具体的な行動につながることを改めて期待をしたいと思っております。総会では人権尊重のさらなる広がりと深まりを目指そうなどとした決議を採択し、人権が大切にされるまちづくりに取り組む決意を新たにしました。